バイブスマダラ捕まえていきたいと思います。痛い危ない、離れて危ない危ない危ない、うん、ごめんね、ありがとう。あれ、あそこ見て、え、どうもです。今日はねということで、はい、今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、ツイッター、インスタのフォローもよろしくお願いします。ということで、今回の企画なんですけども、やってまいりました、小人図鑑第23弾です。ありがとうございます。ついに23弾なんですけど、今回捕まえていく小人、バイブスマダラ捕まえていきたいと思います。いや、バイブスマダラ、実は僕めちゃめちゃ捕まえたい小人だったんですよ。で、あのリクエストも多くいただいてたんですけど、まあちょっとなかなか難しくて今までできなかったんですけど、ついに今回捕まえていきたいと思います。で、バイブスマダラの生態なんですけど、ちょっとこちらご覧ください。ドカン、体長18センチから20センチだから、まあ結構大きめの小人なんですけど、公園や庭によく現れる。あと薬草が大好物で、音楽好き。空き缶、潰れた空き缶をドラムのように叩いて音を鳴らすことがあるんですよ。トーチンをこすり、特殊なノイズを出すことでカラスなどを追い払うことがあるんですよ。で、普段はまあ温和な性格なんですけど、怒ると怖いっていう、ちょっと怒らせると危険な小人ですね。で、ちょっとトーチンが特殊な小人で、こうこすって音を出すっていうのもあったんですけど、普通小人ってトーチン1本だったりするじゃないですか。なんですけど、バイブスマダラの場合、こういろんな方向に分かれてて全部で6本あるんですよ。早速今回用意するものを紹介していきたいと思います。さあ行くぞ。毎回恒例の虫かご、あと今回の重要アイテム、こちら空き缶、これをバイブスマダラがこう叩いて音を出すっていうことがよくあるらしいんですよ。なんでも用意するものはこの2つだけですね。じゃあもう早速探していきましょう。最後にこれとか置いて罠張ろうと思ってるんで、そしておびき寄せるために、まだ言ってないんですけど、必勝法も隠してあります。この木とかさ、結構いい木だね。これはいい木だよ。なんでいい木かっていうと、ここ半分に割るでしょ。いい木の見分け方、こう半分に割って、こっちとこっち均等でしょ、こっちとこっち、これ均等なのがいい木なんですよ。いい木だよ、ここにやつ。あれとかも見てよ、あの山、あれ自然の地形が作り出したいい土手。来てみ、ちょっと紹介するから、こっから見てよ、こっから、こっから見た時に、ここ半分で割るでしょ、半分でやったら、こっちとこっち均等でしょ。いい土手だよこれ。いい公園だな、ここ。もうちょっとこの辺回ってみましょう。ちょっと待って、これ見て。わかる？これ明らかにこの草ない場所に、これ一個だけっておかしいでしょ？これなんだかわかります？これね、草笛なんですよ。バイブスマダラって空き缶でこう音鳴らすこともよくあるんですけど、草笛を吹いて音を奏でることもあるんですよ。これさ、絶対そうだよね。バイブスマダラがここで草笛吹いてたってことだよね。え、ここにいたよね。ってことはだよ、こうありましたから。うわ、おるな、近くいるな。ちょっとこの辺じゃあ近辺で、この辺にいること多分間違いないんで、この辺重点的にちょっと探してトラップ仕掛けましょう。興味持ってくるはずなんですよ、もし近くにいるならば。これここに置いといて、こんな感じで、そしてこの罠で来るの待ってる間に、ちょっとこの辺ももうちょっと回ってみましょうか。いいブランコあるやん。ちょっと小さいけどな。これもちょっとなんか毛虫みたいなの、これどうするんだ。あ、柔らかい、ここ痛い、ケツに刺さってない、大丈夫、めっちゃ痛いけど、痛い、危ない、あ、痛いよ、危険、これ座る場所ないから、危ない、お尻の小さい子じゃないと危ない、かなり、あー痛い。ちょっと待って、あれなんだ、
あれ明らかおかしいよね。ちょっと行ってみよう。危ない、離れて離れて、危ない危ない危ない、しゃがんでしゃがんで。あれさやばいよね、爆弾だよね完全に。どっかから見てるよねきっと。俺が近づいたらパチンボカンだよねきっとね。危なかったね今。明らかおかしいでしょ、だってあそこに普通忘れないでしょ。危ない、あれ近づいたら絶対ダメだわ。ちょっと危ないから離れよう。ということでちょっと罠仕掛けてから何分か経ったんで見に行きましょうか。もうすぐそばなんですけど、うわーどうだ、いるかな、あそこ映して。いないか、いないか、うわーマジか。結構時間は経ってるんで来ててもおかしくないんですけど、風強えな。おい、いないか、どうする、使うあれ最終兵器。こんなこともあろうかと最終手段用意してたんですよ。あ、ちょっと待ってね、まだいい、置いといて、うん、ごめんね、ありがとう。いやちょっと今緊急事態発生で僕のトラップなくなるとこだったんですけど、あ今しっかりあるんで、ここでちょっと最終手段使おうと思います。最終手段っていうのが音楽をかける。こうラジカセとかで音楽をかけるとやっぱりバイブスマザラって音楽好きなんで、それに寄ってくることが結構あると思うんですよ。あるんですよ実際に。なんで空き缶と笛置いた状態でここで音楽かけます。そしたら寄ってくるんじゃないかと思って、そして音楽かけて遠くから来るのを見張る。これで来なかったらちょっと今回きついかなって思ってます。最終手段かけます。さあちょっと遠くから行きましょう。あそこに罠仕掛けてるんでちょっと離れたここから見張りましょう来るのを。もうここはねもう待つしかないです。はい、ということであれからちょっと15分くらい経ったんですけど、やばいですよ、ちょっと見てくださいあそこ。まだいないんですよ。まだいないんだよね。いやーちょっと今回きついのかな。え、ちょっと待って、あれあそこ見て、え、なんかさ黄色いのいない、ちょっと行ってみる。え、だって今いなかったよねさっき見た時。見てあれ、あれさバイブスマダラだよね。そうだよね、来ました、音楽に乗って空き缶叩いてるよ。うわ空き缶ここに、これ多分一緒に乗ってあげた方がバイブスマダラもきっと喜ぶよね。ね、乗ってるね。今なら怒らすと危険なんで、あまり音楽止めると怒っちゃいそうだから、このまま捕獲したいと思います。バイブスマダラ捕獲成功しました。やばいです、ほらしっかり見てちょうだい。やばいよこれ、結構レアですよ。虫かご、虫、ちょっと待って、虫かご取ってくるから、音楽さえ鳴っとけば怒らないから、このままいるからちょっと見張ってて。さ、音楽鳴ってるから今のうち取ってきます。え、ちょっと待って、え、いないんだけど、なんで、な、え、見ててって言ったよね、見ててって言って、音楽も切れてんだけど、音楽切れちゃった、もしかして俺取りに行ってる間そこでちょうど。うわ
それはいなくなるわ。音楽、うわマジか。あと数秒だったんだ。じゃあそこで俺取りに行く前で、音楽終わるまで。マジか、ガチ。またこれ完全に僕のミスですね。今回の収穫なんですけど、こちらバイブスマダラが使ったエクサブエと空き缶、これ結構でも割とレアかもしれないよ。確実にこれを空き缶と草笛はバイブスマダラが使ってるんで、これちょっと家に持ち帰ろうか。じゃあもうね、ああやってやっぱり小人って逃げちゃうとなかなか2回目ってもうその日には姿現してくれないと思うんで、捕獲することはできなかったんですけど、映像には残ってるでしょ絶対。映像に残ってて、しかもその中で叩いてる空き缶がこれ、これって結構いい収穫だと思うんですよ。はい、ということで、小人図鑑第23弾、いかがだったでしょうか。やっぱり今回も捕獲まではいかなかったんですけど、すごい貴重な映像とアイテム入手することができました。ありがとうございます。ということで、また今後も小人図鑑いろんな小人を捕まえていきますので、チャンネル登録してお待ちください。あ、そして今までの小人図鑑シリーズは概要欄の再生リストから全て見れますので、そちらからもご覧ください。ということで、こっちかと思わせてこっちかで、じゃあの